毛並み綺麗から大丈夫よ、キミさんちゃんと座っといて、綺麗綺麗毛並みちゃんと座っといて、そう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 、言ってたように大きめとお猿さんにはなるんですけど、やっぱ大きくなればなるだけ頭は良くなりますから、なかなかいないんですよ、座るときにこんなに綺麗に足まで揃えるお猿さんっていうのは。たまたまじゃないですからね。もう一回投げしていいかな、これです。わかる、もう一回やっていこうか。これです。すごいでしょ、ちょっと本当言葉聞いてます。そうなんですよ、もっとね分かりやすいやついくと、立って、座って、ほら立って、ほら座らない、よし座らない、座らない、座ってるだけ、完全座ってるだけ。なんで人のせいにするんですか、なんで人のせいにするんですか、立って、立つ、そう、座らない、はい、そうそう、座らない、おー、いいね、座って、おー、たまに間違えますけど、もっとちゃんと聞いてますからね、何を褒めてくださってる方でも分かってますから、ちょっとでもすごいと思ったら褒めてもらえたいと頑張りますんで、よろしくお願いします。それでは行きましょう。結構ね、細かい動きも多いです。一つ一つの動きを見逃さないようにどうぞお願いしたいと思います。よし、じゃあ行きましょう。せっかくのね、もう3連休最終日ですから、張り切って頑張りましょう。早かったね、この3連休もね、楽しかった。その笑顔嬉しかったので、もう一回やってもいいですか。こういうの喜んでもらえると嬉しいですよね。結構これ当たり前に見えちゃったのがすごいところですが、もう一回いきますね。ちょっとあの見逃しましたよね。手を立てて、いい、大丈夫ですね。手を見立ってね、おさらさん、いくよ、いきますよ、皆さんでご一緒にお願いします。ほら、特に左手が分かりやすい。ほら
もう細かいですけど、こういうの見逃さないようにどうぞよろしくお願いします。さあ、始める前に知事子が2点だけあります。ロープの中入ったりとか、お猿さん近いんですけど触ろうとされないように、これだけご協力よろしくお願いします。もうこの2点守っていただけると、公演中でもお写真動画全然撮ってもらって大丈夫なんで、記念にも思い出にも、あと一番大事なの4年後に年賀状にも使えるんで、せっかくですからいっぱい撮っといてもらってお願いします。今日頑張ります。お猿さんが7歳の男の子で、名前を福と言います。福、すぐ終わります。ぜひ覚えてあげてください。ただね、7歳って言っても人間の年に直したら今大体20歳ぐらい。今がね、ほんと一番元気で、ちょっとやんちゃ盛りでもあるんですけれども、一生懸命頑張りますので。そして僕たちこの2人でコンビ名がありまして、ご縁の縁と書きまして、えにしと申します。えにし、こちらもね、ぜひ覚えて帰っていただけたら嬉しいです。今日予定にはね、もちろんなかったと思うんですけど、最高のまで作っていただけに頑張りますね。10分間です。最後までのお付き合いのほどよろしくお願いします。ありがとうございます。いいですね、挨拶大事ですから、これが基本ですからね。十分じゃないかな。上がりました。続きましょう。今日は目玉だけご覧いただく前に、僕らが一番自信を持ってるゲームからご覧いただきたいと思います。大人も皆さんやったらね、一回は経験されたことあると思うんですけど、これ知ってるかな。もして竹馬ご覧いただきたいと思います。ちょっとね、人と乗り方違いますんで、まず足元にご注目いただければと思います。もう一回足見とってね。わかりますか。乗るんじゃないですよ。掴んでるの分かりますね。これ何がすごいって聞かれるんですけど、話さないで困る。分かります。足なんですけど、こうやった方が伝わりやすい。大丈夫そう。絶対話さないからね、いいかな。さあ、でもやっぱどれだけ掴んだっても歩けないって意味がないんで、出したのはここからでございます。いきましょう。頑張るよ。めちゃめちゃうまいんですよ。一応もちろんですけど、最初からこんなにうまいわけないですからね。もう乗り始めて6年目になります。1歳の頃からね、ちょっとずつ練習してたんですけど、最初ね、もちろんどうやって使うかも知らなかったんですけど、今こうやって普通に歩きますからね。ほんまに練習しましたからね。常にこれね、ほんまに皆さんに一番したいのが、これやっぱ基本的にはコンビ組んだら毎日一緒にいてるんですけど、僕でさえもう1年はこけたとこ見たことないぐらいめちゃめちゃうまいですからね。それこう地面が平らとか関係ないんですよ。砂利とか芝生でも全然大丈夫です。それだけ練習しますから、ね、いや、こけてるあらーあると思う。失礼しました、本当にね、もう皆さん最後だよ。関西の鉄板ネタを言われてきました。それでもちろんこっからですから、ただ乗ってこいとはじゃありません。こっからが本命、3連休最終日ということで、動物追加で雰囲気も変えて盛り上げていきましょう。鋭い鐘やったら、すぐに行く感じじゃないでしょうか。行きましょう。なんと、おーし、いいですね。はい、すごい。おかげでお酒を飲むので、ここから一気に負けたい数もどんどん増やしてまいります。難易度は3倍。おー、ちょっとめちゃめちゃいい反応もらってると調子乗ってもいいですか。せっかくですからね、もう3連休最終日ですから、本当今日は最高の思い出をしっかり作って帰っていただきたい。頑張りましょう。もちろんこれも竹馬になったまんまでいかせてもらいますね。いいですか。まだ始まったばっか、今日の目玉この後に準備させてもらってますね。ただもちろんね、このゲームもほんまにすごくて、これ何がすごいって、こう皆さんも見比べていただけると、大体なんですけど、お猿さんの方がちょっと大きいぐらいかなってぐらいに見えると思うんですけど、実はね、違うんですよね。距離があって分かりづらいと思うんですけど、よく見といてもらっていいですか。ちゃんと見たらこっちがはっきり分かると思うんですけど、倍ぐらいあるの分かりますかね。セキュリティ受けてるわ。それで笑ってもらう。ただね、もう本当冗談だけで、でも立ってここぐらいはありますね。立ってもだけでもすみません。竹山だったらまんまで行かせてもらいますね。ちょっと濡れてきてるから気をつけてよ。席も滑っとんだけど、足元大丈夫そう。いける、あ、いける、大丈夫ね。マンゼル、いけるね。やる気は十分ありますね。緊張感持ってもらって、一発決めて目玉に伝えますね。ちゃんとやっとした。終わってからしようか、こうやって。行こう。
早く、皆さん待ってるから。どうした？お手紙します。行きましょう。いただいた正直に変わして一つ目の勝負でございます。これ一発目でいきなりの目の目でいきましょう。頼むよ、乗って。さあ、行きましょう。それではお待たせいたしました。このモノキュー賞本日の目玉でございます。決勝の大きな愛がございます。今日はぜひ皆さんにこちら目玉としてご覧いただきたい、準備させていただいたんですけども、ぜひこの人芸場で一生懸命に頑張る服の姿を通して、僕たちが日々テーマにさせていただいてます。諦めない気持ちが大切、それを少しでもこう皆さんに感じ取っていただけたら嬉しいです。発想飛びご覧ください。さあ、間違いなく僕らが出会ってから一番練習した目の動きでございます。もう一度お見逃しのないようにチケット見やすいただけ来ておいてください。ちょっと待ってか、参ります。予定がある中でも足を止めてくださって、何より笑顔でここまで温かくお付き合いいただけていることをほんまに嬉しく思います。そしてこれからもやって僕たちがこうやって皆さんの前でいろんな芸を披露し続けていくために、たくさんの拍手と応援、そしてあのもう一つなんとなくさせていただいたと思います。皆様からのご理解のあるご祝儀、こちらで僕たちが待っております。お気を多くを語るつもりでございます。実は僕たちの先週関東の方から帰ってきて、今週初めてね、今年関西の方で公演できるということで、めちゃめちゃ張り切りまして、うちにある中で一番大きな座を準備してきました。張り切っておりました。もちろんなんですが、この一芸まで決まりましたら、もちろんです、最後までできたらと思います。こちらの座る思い切って前に置かせていただきたいと思います。その時に僕たちに対するご評価をぜひご覧になっております。皆様でよろしくお願いします。そしてこれはちなみになんですけども、この一芸まで見終わって、ほんまによく頑張ってたねって、楽しかったよって、いいものを見た、これからも頑張れって、そう思っていただきました。お客様がいらっしゃいましたら、その温かくて丸いお気持ちの方はぜひ折り畳んでいただきますと、僕たちの今後の励みと思います。いこうか。ただもちろん決まってからのご評価、決まらなかったら一切いただけないと思います。もちろん全力で頑張りますね。頑張る服にどうか引き続き温かいご声などよろしくお願いします。ありがとうございます。
形着地届くとできると、そう心を一つに信じてみてください。出会って7年一番練習したけでございますのに、諦めずに練習した成果ですから、ちなみにもしもこれ一発決めれたらほんまに頑張っとって、今見ていただいている皆さんにきっと伝わると思うので、決まった時は今日一番の笑顔でぜひ皆さんで褒めてあげてください。入っていただいて大丈夫となるんですけれども、ただ中途の上上がったりだとかいいですか、ちょっとね、私からもありがとうございます、気をつけて帰られてくださいね、本当にありがとうございます。はじめまして、カメラが来て、はい、どうぞ、あ、どうぞ、いけました、そうですか、ありがとう、あ、どうぞ、はい、いけました、そうですか、4年後の年賀状お願いしますね、忘れないように、いきます。どうですか。ありがとうございました。さあ皆様、そろそろね、お昼ご飯の時間でございます。美味しいものもたくさんございますので、この後美味しいものを食べながら飲みながらゆっくりと素敵な時間を道なき立花のまほろばでお過ごしいただきたいと思います。もう岩つねぎが今が旬ですからね、たくさん売ってますんで、どうぞ美味しいものを食べながら飲みながら、この後も楽しいお時間をお過ごしください。